皆さんこんにちは、こじこじです。週の真ん中なのにね、ちょっとねトークしたいことがあります。電子工作楽しみにされていた方、申し訳ありません。僕 YouTube 始めてね2年半ぐらい経つんですけども、紆余曲折あってね YouTube ネクストアップにね入賞させていただいたりとね、いろいろあったんですけども、ついに偽物が現れました。偽物というとね、有名になった証みたいな感じじゃないですか。有名じゃないとね、さすがにパクったりされないじゃないですか。なのでね、ちょっとだけね、嬉しい気持ちもあるんですけども、半分ねムカついていますまあね、そこまでムカついていないのが本当かな。でも半分だけねちょっとイラッとしています。それではね、早速偽物さん見ていきたいと思います。それでは僕の偽物が現れたということで、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、僕の本当のチャンネルの方、こじこじのオタク文化情報局で検索していただけると、はい、このアイコンのね、はい、チャンネルが僕のチャンネルです。こじこじのオタク文化情報局と。動画が573本で、登録者数がね3万5000ぐらいですね、今の状態だと。で、中の方見ていきます。はい、なんかこんな感じで、ヘッダーはね、僕の今までの動画のね、画像を集めた感じになっています。で、アイコンもちろんこの画像ですね。で、もちろんタイトルはこじこじのオタク文化情報局です。中身はこんな感じで、アップロード動画、レトロゲー、ジャンク修理、仮面ライダー、おもちゃ、フィギュアとか、こじこじのおすすめといったこんな感じになっています。で、概要は、はい、ちゃんとしっかり書かれている感じで、はい、チャンネル登録日もね、2014年の4月12日という風になっています。はい、それではね、偽物、肝心の偽物の方を見ていきたいと思います。偽物のページがこちら。はい、もうなんかね、パクる気あんのってぐらいなんか、ざっくりとパクっている感じです。ちょっとひどいですよね。はい、タイトル、こじこじのオタク文化情報局ニューということでね、勝手に新チャンネル作っちゃってる感じです。はい、僕作った覚えありませんし、新チャンネルに移行する気もありません。で、ひどいのがね、このヘッダー部分ですよね。なんか女性のね、胸の部分が強調されてるビフォーアフターの画像なんですよね。なんでこの画像を選んだんだろう。僕別にビフォーアフターとかないし、何なんだろう。で、しかもアイコンがね、このアイコン。僕が仮面ライダーのね、変身アイテム、ブレイクガンナーをね、紹介するとき、仮装をして失敗したときの画像なんですけども、なぜかこれを使ってる。うん。このセンスがね、よくわかりません。で、はい、チャンネルもなんかざっくりとしてるんで、はい、これしかないです。で、概要ちょっと見ましょうか。チャンネル登録日が2017年の1月10日ということでね、まだ1週間しか経ってない。で、チャンネル登録者数が13人。一応13人いるんだ。騙されてるよ。で、視聴回数が760回。うん、まあ、見てるな。なんだろう。動画かな。動画で言うと、はい。こんな感じでね、全体的に僕の動画だけですね。僕の動画を、はい、めっちゃパクってる感じです。パクってる。うん。持ってきてる。転載してる感じですね。勝手にね、引用していますね。ひどいな。かなりあるな。うん、もっとあんのかな。あ、これだけか。3日前からね、なんか動画投稿始めたみたいなんですけども、勝手に本当にアップロードしてるみたいです。すごいな。こんだけダウンロードしてアップロードしたのか。なんか、うん。同じ動画をアップロードすると著作権違反になるとか聞いたことあるんですけど、大丈夫なんですかね。で、今、ログインしてないんですけども、概要欄のね、この辺りにね、ボタンがありまして、ここを押すとね、削除要請ができるので、一応ね、後ほど削除要請しておきたいと思います。ということでね、僕の本当のアカウントの方で、自分になりすましてる人がいるということでね、削除要請しておきました。もしね、よろしかったら皆さんの方でもね、偽物の方の削除要請、よろしくお願いいたします。間違ってもですよ。間違っても僕のね、チャンネル削除要請しないでください。偽物の方をね、削除要請してください。僕のチャンネル消えたらね、マジでもう二度と YouTube 動画投稿しないだろうな。なんでだよ。これじゃピッさんのパクリじゃないか。最後までご視聴ありがとうございます。
この動画が面白かった方、僕に興味を持ってくださった方、上にねチャンネル登録ボタンがあるのでチャンネル登録していただけるとモチベーションの方上がります。またこちらとこちらに関連動画があるのでよろしければ見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。